やべえわ。とりあえずミッション全部クリアしよう。ブリーフィングを開始する。まもなく当基地に1816爆撃機体が到着する。しかし自由エリジアのものと思われる機体が同部隊に接近中との連絡が入った。快適するタイミングは基地到着と重なる。君たちには基地周囲の航空優勢を改めて確保するとともに爆撃機の護衛を頼みたい。敵の目的が爆撃機にあるのか当基地にあるのかは現段階では判断が難しい。あらゆる状況に対応できるよう準備してくれ。あ、ここに装備があるのか。いやマジこのこれがマジで一番好き。滑走路周辺の木は退避しろ。メリウス湾の離陸を最優先しろ。俺が先に上がる。早いな。よし、同時に上がれ。メリウス湾フォーメーション成功。バイパス通路を横に入れ。
上目標。東の変電所周辺に敵の地上部隊を確認。変電所は基地に電力を供給している。至急変電所の防衛に向かえ。猫当たらなかった。狙う敵勢力を一掃した。よし、早速安全点検を開始しろ。機材への通電は慎重にな。基地の連中が命がけで守ってくれたんだ。完全復旧を急ぐ。待て、これは全機兵。基地が敵地上部隊から攻撃を受けている。至急引き返し防衛に向かう。これが敵の狙いだったようだ。着氷発生。機体が重いぞ。ホールカーション、ホール。考えしろ。基地に取り付けば敵も簡単には撃てない。メリーズワン、目標を破壊した。メトメリーズワン、ミサイル接近。レーダーに新たな反応。敵の増援が基地に接近中だ。撃沈せよ。ガキ、航空優勢確保優先しろ。まだ巻き返せる。ヘリ部隊の全滅を確認。これ以上やらせるな。基地を奪われたら全て水の泡だ。ミスター、こちらバイバーズ。
敵航空機残り1機。メビウスワンだけにやらせない。メソ、ミサイルを回避するんだ。天気に避けられた。うちにもすげえやつがいたもんだな。俺たちの勝ちだ。何度でもやってきやれ。スカイアイ、航空支援に感謝する。特に迎撃部隊へ礼を伝えてくれ。了解。だが彼らも、そして我々を離陸させたやつもこの勝利の功労者だ。滑走路の落下物を出す。基地を守った連中を着陸で死なせるわけにはいかん。障害物に注意してくれ。減速してくれ。進入コース適正。よし、その状態を維持。オッケー。着陸を確認。見事な着陸だ。君の働きに感謝する。次に備え体を休めてくれ。さすがだミリウスワン。他の機も君に習って着陸する。つまり我々の息の根を止められなかったことを奴らに後悔させてやる。